2015年、東京都である事件が起きました。役者になるという夢を持っていた女性が被害者になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件の被害者となる恵子さんは宮城県で出生します。彼女は笑顔が素敵な少女で、周りを幸せにしてくれるような存在でした。そんな恵子さんは高校時代文芸部に所属しています。そして俳句を作るのが得意であり、様々な賞を獲得していました。そんな中、大学を卒業した後、東京の出版社に就職しています。ただ、恵子さんにはどうしても諦められない夢があったのです。その夢というのが、人を笑わせることのできる役者になることでした。そして、この夢を叶えるため、会社を退職する決意を固めます。それからの恵子さんは、アルバイトをしながら劇団に所属することになりました。彼女は週に4日から5日は劇団の稽古に参加し、舞台にも出演していたそうです。その合間で居酒屋やモノマネパブなどでアルバイトをしていました。また同じ劇団に所属している男性と交際もしていたようです。そうして夢への階段を登っていた稽古さんなのですが、彼女のバイト先から約300メートルほどの距離にある不動産会社で、後に犯人となる男が働いていました。その男というのが徳良貴博という人間です。彼は福島県の裕福な家庭で出生します。祖父の代から会計士をしていたらしく、両親が会計事務所を引き継いでいました。そのため徳良は何不自由なく成長していきます。ただ近隣の住民からはあまり良い印象は持たれていなかったようです。何でも徳良は挨拶をしないばかりか、地域の催し物にも顔を出さなかったそうなのです。そうしてネガティブな印象もあった徳良ですが、学校では優等生として存在していました。実際中学時代は学級委員を務めたり、真面目に剣道にも打ち込んでいます。その後高校時代に公認会計士の試験に挑戦していますが、不合格になってしまいました。そんな中、徳良は小中学校時代の同級生にラブレターを渡しています。ところがどっこい、ラブレターをもらった相手は面識がほとんどなかったため、徳良のことを不気味に感じたそうで気持ち悪がりました。こうして試験も恋も残念な結果になってしまった徳良なのですが、大学に関しては内部推薦で進学することが決まっていたそうです。しかし彼は何かしらの問題を起こしたらしく、大学への進学が取り消しになってしまいます。自分のせいで大学の進学がダメになったものの、この事実に徳良は大きな挫折を味わったそうです。高校を卒業した徳良は心機一転、東京へとやってきて公認会計士に合格するため専門学校に通っていました。ただ彼がこの試験に合格することは永遠にできなかったようです。そのうちにパチンコ店やゴミ収集などの仕事を転々とするようになります。いつからか公認会計士になるという目標もなくなってしまいました。そして2013年頃からは不動産仲介会社で営業として働き始めています。この会社では真面目に働いていたものの、もともと内気な性格の徳良が営業でいい成績を叩き出すことはなく、上司から叱責されることも多かったそうです。そんな中、事件を起こすこととなる2015年がやってきます。この年になると徳良は自分は営業に向いていないと心底思ったのか、故郷の福島県に戻ろうと考えていました。そして同僚に対し次のように話しています。年下の交際相手と結婚するので仕事を辞める。交際相手の父親が飲食店を経営しているので、そこで働こうと思っている。この彼女が八王子にマンションを持っているので、そこで一緒に住む。このような言葉を嬉しそうに話していたようです。しかし徳良は友人に対して次のように語っていました。今の会社は給料が少なすぎて回らない、故郷に帰る。実際に徳良に交際相手がいたのかなどは不明ですが、同僚に対しては見栄を張って嘘をついていたのかもしれません。ただ実家に戻って職を探そうと決め、引っ越し準備も進めていたとのことなので、結婚する予定はなかったと思われます。その一方でアルバイトをしながら劇団の稽古に励んでいた恵子さんは、故郷に住む家族に向けて手紙を書いていました。そこには今とっても充実していますと記載していたそうです。
ただその手紙はポストに投函されないまま事件当日を迎えてしまうのです。2015年8月24日、事件前日にあたるこの日、恵子さんは女子会に参加しています。そして8月25日の未明にコンビニに立ち寄り、自宅がある中野区のマンションへと向かっていました。そんな彼女の姿を偶然にも徳良が見かけたのです。彼は引っ越しの作業中に一息つこうと近くのコンビニに立ち寄ったところ、恵子さんを見つけたといいます。そこで徳良は次のように考えました。地元に戻る前に東京のつながりになってほしい、連絡先を聞きたい、このように思った徳良はここから不気味な行動に移ります。なんと恵子さんの後をつけ出したというのです。時刻は午前0時を回っており、周囲は暗くなっていたため、この行動は恐怖でしかありません。そして恵子さんは自宅のマンションへとたどり着きます。ここからはあくまで徳良の証言によるものなのですが、彼の頭の中で次のような男の声が聞こえたそうです。悪魔だよ、倒さないと映るよ、悪魔が映るよ、早く倒さないと。頭の中で聞こえる幻聴に徳良はその声に従わなくちゃいけないと思ったといいます。その後徳良は部屋の鍵を開けていた恵子さんに声をかけました。いきなり見ず知らずの男に声をかけられた恵子さんは大きな声を出して驚きます。そして徳良は恵子さんの口を押さえて部屋の中に一緒に入っていったのです。さらに徳良の頭の中にはまたも男の声で、首だよ首、コードなどといった言葉が聞こえてきました。この声に従うように徳良はとんでもない行動に移ります。驚くべきことに扇風機のコードで恵子さんの首などを絞めたというのです。こうして当時25歳の恵子さんは突然帰らぬ人になってしまいました。その後徳良は恵子さんが嫌がることをすれば息を吹き返すと思い、常軌を逸した行動に移ります。気味の悪いことに彼女の上半身を舌で触れたというのです。さらに彼女の身体に付着した自分の唾液をボディーソープで洗い流しました。また自分の指紋がついていると犯行がバレてしまうとも考えて、恵子さんの衣服などを持ち去ったのです。そして持ち去った恵子さんの衣服などはゴミとして捨てています。その一方で恵子さんの交際相手の男性が彼女と連絡がつかなくなったことや、劇団の練習に顔を出さないことを不審に感じていました。そして恵子さんのアルバイト先に連絡をしています。するとアルバイト先も無断欠勤していることが判明し、不審に思った店長らが彼女の自宅を訪れました。部屋の鍵は閉まっていたものの、異変を感じて警察に通報しています。駆けつけた中の署員が部屋の中から応答がないことから、大家立ち会いのもと部屋を確認し、冷たくなっている恵子さんを発見したのです。現場の状況から警察は事件と断定し、捜査を開始しています。当初顔見知りや近所に住む人物の犯行の可能性があるとみて捜査していました。実際徳良は恵子さんと顔見知りではなかったものの、現場のマンションの近くに住んでいたのです。そして恵子さんの体に付着していた遺留物や手の爪の間に残っていた皮膚片から犯人のものと思われる DNA 型を検出しています。そこから近所の住民や知人ら約1000人から任意提出を受けた DNA 型との照合を行っていきました。しかし捜査は難航していきます。なぜなら犯行の数日後に徳良は東京から福島県の実家へと転居していたからです。そのためなかなか徳良を逮捕することはできませんでした。ただ警察は事件後に周辺から引っ越した人物などに捜査対象を拡大し、徹底的に容疑者を洗い出していったのです。その結果徳良が実家の福島県に転居し、住民票も移していたことをつかみました。そして事件翌年の2016年2月、捜査員が福島県にいる徳良を訪ねて DNA 型の任意提出を求めたところ、現場に残っていた DNA 型と一致したのです。こうして事件から半年後にようやく徳良は豚箱行きになりました。ただ取り調べでイケシャーシャーと被害者については全く知りません、被害者のところに行った記憶はありませんし手にかけていませんなどと白を切ろうとしています。しかしそのうちに言い逃れができないと諦めたのか、自分が犯人であると認めたのです。
その後の初公判でトクラは殺人罪については起訴事実を認めたものの、わいせつ行為をしようとは思っていませんでしたなどと主張しています。また被害者が悪魔なので倒さなければならないと思った、背中に半透明の尻尾が見えたなどとも発言しました。裁判の中で徳良のことを鑑定した医師によると、彼は犯行時対人関係で臆病になるか異非性人格障害だったと説明しています。そして検察側は、徳良が証言した幻聴については脈絡がなく違和感を覚える後付けのような印象があると指摘し、無期懲役を求刑しました。その一方で弁護側は、回避性人格障害や障害による幻聴などの影響で合理的な判断がしづらい状況だったとして、懲役17年程度が相当と訴えたのです。法廷では恵子さんのご遺族が意見陳述しており、娘は役者の夢を叶えることも大好きな卵かけご飯を食べることもできなくなった、極刑でないと家族や親族の恨みを晴らせないと述べられました。そして恵子さんに宛てた手紙を次のように朗読しています。一緒に過ごした時間は本当に幸せでした。まん丸顔のあなたの笑顔はみんなを幸せにしてくれました。あなたの大好きな眠りの時間はもう邪魔しないから、ゆっくりと楽しい夢を見ながら眠りについてください。守ってあげられなくて本当にごめんな。最終意見陳述でトクラは、罪を繰り返さないことを誓い刑に服しますと述べました。判決公判で裁判長は、わいせつ目的もあったと認定した上で、何の面識もない被害者に目をつけた通り魔的犯行であり、医師の証言から首を絞める以前の幻聴はなかった、被害者は夢や希望を理不尽な形で断たれ無念は察するにあまりあると述べ、求刑通り無期懲役を言い渡したのです。この判決を不服とした徳良はちゃっかり控訴しています。その後上告していますが、全てが棄却され、最終的に徳良の無期懲役が確定しました。一人の男が起こした本事件。恵子さんは事件翌月にも公演予定の舞台に出演することになっていました。そして所属する劇団のブログでは、とてもハートフルな作品になるだろうなぁと今からワクワクしていますと綴っていたのです。そんな彼女の未来を徳良は一瞬にして奪い取りました。被害者のご冥福をお祈りします。